うわ、いい香り。うわ、海のいい香り。マスク取った瞬間、マスクいるか、こんな田舎でマスクはいるんですか。はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。イオロンでございます。眩しすぎて見えないのよ。こうしないと逆、素晴らしいですよ。久しぶりに来た、ここ、船倉と大金区の間、大金区か、わいもう分からんっちょね、あの細かい分類が分からないんですよ。最高です、最高です。あそこに見えているのが百合ヶ浜が、ちょっと出ているのが、映ってるかどうかが明るすぎて見えない、眩しすぎる白くて、この野郎綺麗だな、この野郎最高だな、この野郎。ということで、ちょっと待ってください、大丈夫か、木島いらないと、木島はいらないんだという話になりますよ、これは。さあ行きましょう。今日はしっかりと飲料も買ってきました。トップでございます。早めに行ったから、早めに行ったから、ちゃんと弁当ありました。午前中家の作業をして、あー美味しい。いやいや、なんか久しぶりにちゃんと昼、海、弁当してる気がする。めちゃめちゃ揚げ出し豆腐、めちゃめちゃ久しぶりの気がする。天気の都合、イチュナシャヌ、イチュナシャヌのあれの都合、弁当なかった都合、なんじゃかんじゃで、なんじゃかんじゃしておったんですよ。うわ、こんな最高だな、おい、最高だな。早くグラスボートの予約せんといかんけど、これ終わったらするか、これ終わったらしよう。レンタカーの予約終わって、のぞめかコロコロレンタカーかと思ったらコロレンタカーだったらしいです。失礼しました。夜間にお願いしてレンタカーのね、予約をしましたから、やってもらいましたから、それのお礼の電話と、僕が乗るってわけじゃない、まあ乗るけど、揚げ出し豆腐です。それのお礼の電話と、あとグラスボートは誰にお願いされてたかな、僕が思ってた人じゃない気がする、ことを言ってたような気がする。まあ、そのグラスボートの、あ、そう、機関というか、予約の前に機関というか、トップです、トップ。あさとの方、花川店、花川店、花川だったはずだけど、お世話になってます、お世話になっております、スーパートップです、ありがとうございます。たったた探検組合の与論公園でもお世話になりました、スーパートップさんでございます。いやいやいや、いやこれは最高だ、もう食べる前から最高だ、泣きそうだよ、涙が出ちゃうよ、涙が出ちゃう。これ撮れてるのかい、もう一回見る、海これやばいって、ほんとちょっと曇ってきたからあれだけど、こう晴れてるか曇ってるか、潮が引いてるか満ちてるかによってね、全然違うんですよ。今日はね、だいぶいい時間帯であるから、引いておるから、後でちょっとあっちの方見に行こうか、あの波チャプンチャプンのところと。一回家帰るか、足入れとか水中目から撮ってこうかな。いやでも午後からもね、いやでもこの天気あるか、もう一回 GoPro Max もあるし、 GoPro 10もあるんだけど、沈める機会がなくてね、天気もあるで、まあいいや、まず食べよう、いただきます。これ唐揚げられちゃう、唐揚げられちゃうやむ、なんか追いつかんな、テンション上がりすぎて落ち着かん、唐揚げられちゃうか、唐揚げられちゃうか、いいですか、いただきます。うん、うん、最高です、
最高、ご飯大盛りだな。ご飯大盛りすごいわ。カニの爪、最高。弁当も美味しいし、景色もいい、天気もいい、波の音もいい。おい、最高だね海。最高だね風、最高だね音、砂、全部いいね、全部いいですよ。買い物に行ったら、もう最後デザートにしよう。知ってる人に会う、しょっちゅう会う。うん、ポテトサラダも美味しい。あ、水上バイクいいね、水上バイク、道に出たら知ってる人にしょっちゅう会う。最高じゃないですか、安心ですよ。子供たちとすれ違ったら挨拶をする。最高です、もが焼き。ですぐ忘れちゃうんですけど、現金じゃないとトップのポイントたまらないらしいです。それ忘れてね、しょっちゅうね言われるんで、ポイントカードを出してピーしてもらった後にペイペイでお願いしますか、 D 払いでお願いしますって言ったら、そしたら現金じゃないとポイントたまらんけど、あ、ごめんなさいっつって現金で払いますってやるんですけど、うん、おいしいわ。あ、みだれ丼、うん、うん、文句なし。紫芋のコロッケか、これそのままでも美味しいけど、揚げ出しのね、ほらほらね、ほらね、最高だね、照り焼き。いやー、もう帰る日が どんどん近づいてるんですけど、結局作業自体も間に合わないっていうのがもう決まって、言えんのよ。どんどん出てほしい。ランチョンミート天才、天才。帰りたくないっていうか、戻りたくないっていうか、もうちょっと痛いなって気持ちになりますね。まだあるんだけどね、あと何日かあるんだけど、足らんなと。正直言うとよ、
もうちょっとゆっくり、あ、これいいな、これいいな、おい、これ、これ嬉しいな、ナルトの天ぷらでしょ、これ。あ、これ嬉しい、これは嬉しい、白身魚のフレ。もうちょっとゆっくりする時間が欲しい。正直に言うてよ、のんびり、まあ、今なんか その部類ではあるけど、贅沢だね、贅沢だよ、贅沢だ。失礼しました。あ、やっぱ美味しいな。綺麗ではあるけど、まだ軽いしもね、いっぱいあるわけ。まだまだいっぱいあるわけ。それ系のあれは何もしてないよね。僕はってことよ。みんなはしてくれてるけど。僕はまだ何もしてない。その2、3粒拾ってこうやって、あのゴミ捨てっていうか集めてるところにこうやって入れたりはするけど。海に来たらね。丸一日かけてそういう作業とか、そういったことはできてないです。ただやっぱ素晴らしいのは、うん、島の人たちもそれは昔からそうだし、観光客の方々もゴミをさ、拾って捨てるゴミ箱があるんですよ。家から持ってきて捨てるやつじゃないですよ。拾ったゴミを入れるのがあって、そこに入れる。で、僕なんかでも昔から3日で拾って持って帰って捨てたりはしてましたけど、そういう仕組みがあるっていうのはいいことですよね。ありがたい。とは言ってもそれでもあるよ、ポイ捨てとして。あれ、いいことばっかじゃなくて本当にそうなのよ。実際こういうペットボトル飲んだ後、アルコール飲んだ後、茶なぎってそこらに、まあもちろん漂着物もあるんでしょうけど、流れてきたりね、車の中から間違って飛んでいったりとか、そういうのもあるんだろうけど、車の中から飛んできてから海に来ないか、だからそうなんですけど、じゃないです。捨ててあるのもあるけどね。どういう気持ちでそうするのかわからん。うん、すごい。世論だからとかいう話じゃないよ、僕が言ってんの。さあ、富士山でもエベレストでもサグラダファミリアの周辺でも、ストロベリーフィールズでも、ピラミッドでも一緒ですよ。どこでも一緒。どういう気持ちでシャネいるのか分からん。まあでも日本は圧倒的に綺麗ですけどね、どこと比べても。ああ、もう僕のデータではよ、昔のあれだから今はしな。でこの年と比べても僕がいた中ではよ、綺麗でしたけどね。
味しい、最高だ。ほんと年間半分は何年も何年もずっと帰ってきてなくて、8年ぶりに帰ってきて、でその後その後2年間その後1年1年1年で年1回はペースをできるようになってはきた。それを年2回にしたよ。でも年半分にしたよ本当は、年間の。ってことは月の半分よ。週の半分さ、あまりにも行ったり来たりであれだけど、月の半分。目標。春樹が、木島が、あれが帰ってきたと、帰ってきてるよと言わせんように、言わせんっていうか言われないようになればベストな状態だと思ってんだけどね。あれ今いないんだっけってなるぐらいなんだけど、最後デザート、うん、日焼け止め塗ってますよ。手も顔も、頭塗ってないから帽子かぶってるけど、手も顔も塗ってます。ちょっと海見ようね。だから僕が言ったのはこういうこと、こんな人やってる時に風でバーってやったらふわーっていって、そういうのは良くないけどしょうがないよ。それだったらまあそういうことかと思うけど、勘とかはそうなんだな。水上バイク、あそう、最高だね。ああ、えってんのかな、眩しくてする。逆光じゃないんだよ。でも逆光ってなるら白いからな、白い砂浜ですから。足跡をつけてゆく、もっと日が差せばね、違う。映ってんのは見えないんだよ、本当ごめんなさい。もっと日が差せば違います。もっといいですよ。もっと。しかしこんだけ人がいないんだからな、びっくりするよな。最高だと思うんですけどね、人いないですよ。まあ9月だしな。いやつってもよ、平日だしなって言ってもよ、平日って言ってもよ、もっと遊びに来てもらいたいな。ねえ。
大変ではあるけど、わいガッパラン、これはいやーすごいな。カニがいるのよ、カニが。きっとっていうかカニでしょ、他にいない。な、沖縄の本島とかなんかに比べたら大変なんですよ、来るのは。お金もかかるし、直行便じゃないからね、大都市から直行便じゃないから。うわ、しまった、引いててきた、今なんだけどね、本当は。この時の方が海は綺麗に透き通って見えるんだけど、もうまた行くのもあれだからいいよ。ヤーに戻って作業をしなきゃなんだけど、水中メガネ取りに行ってから一回泳ごうかな。もうこの分にちょうど昼ごろにもうないかもしれないんだよ、帰るまでの間に。分からんけど、ということで、スーパートップのお弁当、丼ぶりになってるやつ、あと揚げ出し豆腐か、最高だったな。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうぞ。